4月とか8月咲いてくれたんですけども花がね枯れています。花を切るとねだいたい茎の形とか見えてくると思いますんで、私のところみたいな感じでアジサイがね放置されているところもあるかと思いますので、はい、皆さんこんにちは。植物を元気に、みんなを笑顔に、花農家のゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は10月の7日になります。2、3週間前と比べて気温が10度ぐらい下がって、鳥取県めちゃめちゃ肌寒い日が続いています。そんな今日なんですけども、実はねずっと放置していたアジサイ、じゃん、こんな感じで花がカピカピになっているアジサイがあります。皆さんのご家庭でもね、忙しかったりとか夏暑すぎて全然ねお手入れできなかったアジサイないでしょうか。お手入れできないアジサイがある方はこんな感じで、葉っぱはちゃんとグリーンの綺麗な葉っぱついてるんですけど、剪定もせずにやってたので花がね終わった後カピカピになっている状態になっているかと思います。そんな今回は剪定とかね何もできなかったアジサイの10月の管理のポイントについて話をしていきたいと思います。今回の動画を最後まで見ていただければアジサイの10月の管理がバッチリわかるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速今日もやっていきましょう。はい、ということで今回はねこちらのアジサイちゃん、綺麗にね7月とか8月咲いてくれたんですけども、それがこんな感じで10月まで放置していて、花がねカピカピになってドライフラワーみたいになって枯れています。こうなっちゃうと剪定もしてないし、来年ね花が咲かないと思われる方もいらっしゃるかと思うんですけども、品種によるかと思うんですけども、まあ、問題なくちゃんと管理をしてあげれば花は咲いてくれるかと思います。むしろ管理をしなくても花を咲いてくれるんじゃないかなと思ったりもするんですけども、ただねこの状態でずっと放置していくと蜜蜂らしいので、10月のね管理の注意点も踏まえてこちらをきれいにしていきたいと思います。もうドライフラワーのようにカピカピになっています。結論言うと、このまま冬まで置いていて寒くなるとアジサイは落葉花木になりますので葉っぱが落ちます。なので葉っぱが落ちた時にですね、こういった花柄も一緒にね剪定をしていただいてもいいかと思うんですけども、ただねこの状態でねお庭にあるとやっぱしちょっとねみそぼらしいですよね。こんな感じで秋色にまだピンクがあっていればいいんですけど、完全にねドライになって枯れてカビが生えているような感じになっているとどうしてもね見栄えが悪いので、切ってあげた方がねいいかなと思います。実際に切る時なんですけども、まずね花をね全部切ってあげましょう。この花を全部チョキンチョキンと切ってあげましょう。花を切るとねだいたい茎の形とか見えてくると思いますんで、中にはねちょっともう幼虫はいなかったんですけど虫さんの巣の跡がありました。やっぱしね剪定をですね遅くなればなるほどこんな感じね、つぼみができるのが遅くなってきますので、できたらやっぱしね10月までねほっとくよりも9月とかせめて8月とかにね剪定をですねしてあげるといいかと思います。ただねこんな感じでつぼみがついたりとか新芽が出てたりしますので、これがね来年花を咲かせてくれる元になりますので、こういった新芽を切らないようにしていただくのが大事なのかなと思います。本当はねもっと強剪定してあげたいんですけど、下の方にねあまり新しい芽が花芽がないので、やってしまうともしかしたら来年ね花が咲かせる芽がねできなくなってしまうかもしれません。新しいね芽ができた時に一定の低い温度に当たることで新しい芽にですね花がつくようになる性質がありますので、今剪定をしてこの横にね新しい芽ができてくる可能性もあるんですけども、今からですね新しい芽ができても十分な低い温度が当たらずに来年の花がつくようにねならない可能性がありますので、今できてる芽をね大事にしてあげるといいかと思います。あとは品種によって
今から啓蒙して今からできた芽にもですね花がつきやすい品種もあったりするかと思いますので、アジサイの品種改良世界でいろいろ進んでますので、そういった新品種であれば極端に言えば12月に啓蒙しをしてもそこについている芽からですね6月7月に花が咲いたりすることもありますので、品種次第になってしまいますが、今切り戻し剪定をする場合には強剪定をせずに花芽だけを取るみたいな感じでしてあげるといいかと思います。こんな感じで切り戻しをしたらですね、下の方を見てもらうとほとんどもう葉っぱもない感じになってますし、枯れ葉もないのでこの状態でいいのかなと思います。もう一個注意点があります。10月の7日になってきて気温がかなり低くなってきました。なのでね、今からもっと大きくなれと思って肥料をたくさん与えたとしても植物の新芽は肥料を吸ってぐぐっと大きくなるんですけども、どうしても肥料をたくさん与えると細胞が柔らかくなってしまって大きくなったタイミングで12月とか1月迎えてしまって霜に当たったりとか氷点下になってしまって新芽がねやられてしまうっていう可能性がありますので、極端にね灰色が悪くない限りは肥料をやらなくていいです。逆に肥料をやってしまうと来年咲く予定の花芽が急に成長してしまって寒さに当たって霜焼けしてしまったりとか弱ってしまう、それで花芽がつかなくなってしまうってことがありますので、10月の管理で一番大事なのは肥料をね与えないっていうのがとても大事になってくるかと思います。次肥料を与えるのはまた気温が高くなってくる3月だったりとか、またお礼声でね有機肥料を与える場合には2月ぐらいだったりとか1月でもいいのかな、そういった寒い時期に与えるお礼声寒声ですねの場合は有機質の肥料を与えてじわじわ太るようにしてあげるといいかと思いますし、3月とか4月になってきたら化成肥料も与えてあげるとぐっとね新芽が伸びてきて花を咲かせてくれるかと思いますので、そんな感じで肥料を使い分けるのも大事ですし、10月になってからたくさん肥料をやっても逆効果になりますので、寒い時期になってきた場合にはアジサイの場合は肥料を控えてもらった方がいいかと思いますので注意をしてもらえるといいかと思います。あとはね葉っぱが落葉して下の方にもね十分に花芽がねできていればそこまで切り戻してあげてもいいかと思うんですけども、今回はねこの状態で見たいと思います。でねちょっとねこう大きな状態になってしまっているのでコンパクトに切り戻したいっていうような方であればやっぱしね10月まで放置するんじゃなくてもっと早い段階でね7月とか8月とかそういった段階で1回切り戻してあげて下の方からね新芽が出るようにしてあげるとコンパクトな状態で常に維持ができるかと思います。ただ今年の夏は本当に暑かったので私のところみたいな感じでアジサイがね放置されているところもあるかと思いますので、今回の動画を参考してもらいたいとても嬉しいです。 PW のラグアンジャブライダルシャワー見てください。これ、まあ、花が終わってるやつだな。これはこんな感じでたくさん花がついて今もねこういったちょろっとねガクですけどこんな感じでついてピンクに紅葉しています。ラグランジアのブライダルシャワーはこのままね放置をしてみてどうなるかを見ていきたいと思いますので、あえて剪定をせずに全部落葉した後にこの姿がどうなっているかを見て必要な分だけ剪定を12月とか1月とか冬ねしていきたいと思います。エンジンチャンネル、はい、ということで今回は10月のアジサイの管理について話をしていました。私のように忙しくて管理ができなかったりとか夏暑すぎて管理ができなかった方たくさんいらっしゃるかと思います。アジサイですね基本的にはちゃんと管理をしてあげれば枯れることはまずありませんし、もしね剪定が遅くて来年咲かなくても次の年咲いてくれるかと思いますので焦らずね管理をしてもらえるといいかと思います。10月でもちゃんと花芽を残して剪定をしてあげたいとか肥料を与えすぎないというところに注意してもらえれば品種によって咲く咲かないもちょっとあるかと思うんですけども、基本的には来年ちゃんと花芽はついてくれるかと僕は思いますので参考にしてもらえたらとても嬉しいです。今回の動画はいかがだったでしょうか。今回の動画を見ていただいていいねと思われた方ぜひ高評価お願いします。有機の園芸チャンネルでは植物に関するいろんな動画をアップしています。チャンネル登録まで園芸ガーデニングが好きな方ぜひチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。10万人登録目指して頑張ってますのでぜひ応援お願いします。今日はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。バイバイ。